おはようございます。釣り子 TV です。エステルアーがない福袋を見つけちゃったんで買ってきちゃったよっていうことでね、カメラ回し出しているんですけども、やっぱりね、このお正月ってね、こういうまあ福袋系ね、嬉しいですよね。いろいろなものがあって、で最近はね、こう中身が見える福袋なんていうのがね、よくあったりして、それでね、これだったらいいなと思ってね、買ってきた福袋があるのでご紹介していきたいと思います。で今回ね、キャスティングの錦糸町店ですね、そこで見つけた福袋なんですけども、価格は7,000円で、まあこんな感じで入っているんですけど、早速ね、どんな内容か開けていきたいと思います。はい、まずは、はい、坂又シャッドの4インチですね。これ欲しいなと思ってね、持っていなくて、で、この4インチっていうサイズ感ね、これがいいなと思っていたんですけども、実は持っていなかった。っていうことで、坂又シャッドね、入っていて嬉しいな。はい。そして、まあ、これはね、何個あってもね、足りないなっていう感じで、これはですね、デックスの、スモラバっていうわけではなくて、小型のですね、フットボールジグですね。まあでもまあ、使い方的にはスモラバ的に使おうかな、なんていうふうに思うんですけども、まあ、結構安い割に非常にね、使いやすいルアーが多い。まあ、メタルバイブとか結構いっぱい持ってますけども、デックスシリーズの、小さいね、フットボールジグっていうことで、これはね、まあ、いくつあっても足りないやっていうことで、カラーもね、ソリッドブラックみたいな感じで、これは嬉しいな、ということで。はい。そして、ワーム続けて出していきますけども、はい。お次はですね、これ、今勝のですね、風神スパイダートレーラーっていうことで、はい、まあダウンショットであるとか、ノーシンカーであるとか、はたまた虫っぽくであるとか、いろいろ、使える、風神スパイダートレーラーなんですけども、これのね、こんな、なんか、まあ大好きな感じのなんかミミズっぽいカラーね、これが入っていたんで、まあカラーいくつか選べたんですけど、この色の、スパイダートレーラー入れてくれてるんだ、嬉しいなっていうことでね、これもね、いいねと思ってね、選んでみましたね。そしてですね、これキャスティングの、50周年のね、シールが貼ってありますけども、ジョインテッドクロー128のですね、これキャスティングオリジナルカラーなんですよね。ですね、カラー名がですね、KTR ブリンクマジックってカラーなんですけど、実はね、これの大きな178とかは持ってるんですけども、河村光太郎さんの、折りカラーみたいな感じで売ってるんですよね。これキャスティングオリジナルっていうことで、非常にまあ、クローム系のシンプルな感じなんですけども、頭の方にね、視認性が良くなるような、こう、白色が配置されて、ここ見えるかな?白色が配置されていたり、まあ、エラのところがちょっとね、赤いポイントが入っていたりっていうことで、非常にね、オーソドックスなんだけど、釣れるし、また使いやすいしっていうね、ほんと実用的なカラーなので、で、ジョインテッドクローの128って自分案外数持っていないので、まあ、この福袋のタイミングで、1個増やせるんだったら嬉しいな。しかもちょっと欲しかったオリジナルカラーだしっていうことで、これが入っていてね、嬉しいな。はい。で、最後。これ、ね。ヘルターツイスターですね。今カツの、ヘルターツイスターの2分の1オンス、霞ワカサギっていうカラーになるんですかね、これ。これがね、ちょっとね、どうしても欲しくて、で、もうね、出た時にあっという間に売り切れちゃったんで、あれあれって思ってる間にね、買えなくなっちゃってですね、ヘルターツイスターはこの冬の時期にね、ぜひ使ってみたいなっていうのがあって、まあこれにジーニアスプロジェクトのプラスブレード、あれを装着して、まあなんていうか、アラバマ風なね、すごいアピール力のある、
使い方ができるっていうことなんで、非常に気になっていて買いそびれていた。まあ、こういうのがね、福袋のタイミングでね、手に入るっていうのがね、非常に嬉しいなと思って、これちょっともう諦めてたんで、いやー、ちょっとね、まあ、ここら辺がオーソドックスなワームとか、いやプラグとかなんで、このヘルターツイスターね、ちょっと開けていってみますかね、どんな感じかなと思って。そう、なんかね、このお正月の初売りとかで手に入らないかななんて実は狙っていたんですけども、あったーと思ってね、はい、こういう感じで開けて、おなんか面白いな。あー、結構繊細なんですね。はいはいはい、これでここを取って、すごいケースにお金かかってますね、これ。はい。あ、こういう感じなんだ。ねえ。はい。ヘルターツイスター。もうなんか、スピナーベイトっていうよりなんか一つのこういうものって感じですね。なんか、バズベイト、スピナーベイト、ヘルターツイスターみたいな、なんかもうちょっと別ジャンルのルアーみたいに見えますね。これはね、なかなか独創的なデザインですね。あ、こんなこういう風に回るんだね。まあ、これこうやって回って泳ぐわけではないと思うんですけども、まあ、ここが可動式なため結構、姿勢がどうなって沈んでいくのかな、ちょっと釣り場で使ってみたいですけど、この4つのね、よく回るブレードがキラ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 ってね、落ちていくっていうところですよね。で、重りが装着できるようなアイがここについていて、で、こうちょっときしめんのようなね、スカートもありつつ、普通のスカートとも、ミックスしていてっていう感じで、で、針はですね、これフッ素コートかな、なんかすんごい鋭い針がついてますけども、へえ、これ。ね。これが使いたかったんで、ちょっとこの福袋を選んでみたっていうところはあるんですけども、まあ、こういう最近の釣れ線のワームたっぷりと、ジョインテッドクロー。ジョインテッドクローってね、なかなか割引とかでね、売られることがないので、まあこういう福袋のタイミングでね、お得にその年使う分を、増やすっていう感じが多かったんで、まさにっていう感じですね。はい、大満足な福袋でございます。そしてね、今回ね、ちょうど頼んでいた荷物も届いたんで、まあ、合わせてね、これ福袋ではないんですけども、開けていきたいと思います。これね、まあ、福袋ではないんだけど、この冬のシーズンにと思って頼んでいたものがですね、ちょうど届いたんで、何を買ったのかいなということで、お正月スペシャルということで開けていきたいと思います。あ、いい色だな、これ。いい色。はーい。釣りアパレルですね。釣りジャンキートレーナー。はい。ね。まあ、ちょっとね、この冬のシーズンね、ちょっと、こういうの、必要だなと思って、着てみますね。あ。あ、いいな。裏起毛な感じで。これあったかいだろうな。うん、うん、うん。よいしょ。はい。なんか急に番組の趣旨が変わってきましたが、はい、釣りジャンキートレーナー、じゃじゃーんっていうことで、あー、いいねいいね、これ、あ、サイズもちょっとネットで買うから大丈夫かなと思ったんだけど、まあ自分にはちょうどいい感じで、で、あー、いいね、厚手であったかい、はい、なんだろう、はい、これも買ったんで、ちょうど届いたんで今一緒に開けてみたんですけども、急にね、なんかトレーナー紹介になりましたけども、まあまあまあこんな感じで新春なんでね、お得な福袋をいろいろ物色していたところ、7000円でね、これキャスティング錦糸町店さんの、福袋ですね、こんな感じの欲しいルアーがいっぱい手に入ったよ、やったぜっていう、こういう動画でございました。また会おうぜ。